とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新、来ました。今回は25階。見たことある25階で、ここ多分、エンチャンターが、出てきそうな気がするんだけども。あ、こっちはジオマンサーか。で、まだいるよね。はいはい。あ、でもなんか、ここ、あ、やっぱりいるいるいる。はいはい。やったことは、あるはず。チェイ！めんどくせえ、あいつ。よし。まだ倒しきれてないんだ。よし。はい。はい。敵が多い、1階から。はいはいはい。よし。めちゃくちゃ多いじゃん、敵。で、ジオマンサーもね、いるわけね。まだいるんでしょ？おるな。終わりか。多分終わり。はいはいはい。うわー、なんかすごいね。あ！多分、この防具を、最後まで着ていける感じだと思う。おそらく。防具をずっと着ていくやつじゃない？はい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 。すごいね。ちょっと！思いっきり食らってるわ。おお！ちょっと待って、出てきた？よし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 。すっげえ、すごいわ。よし。あ、でももうもうもう行った。いや、なかなかの場所だよ。うん、25回編成だけども、ちょっと難易度高めかもしれませんね。いや、いいかな。いや、雷の杖はね、どうだ、最初のボスに使うような気もする。うん、でクールダウンはまだ入れんで OK。 うん、まだ使うことはなさそうなのでいらないでしょう。はい。もうめんどくせえな。よし。あっちにはこんな面倒いやつはいないか。よいし。はいはいはい。終わりかな。まあなかなかの感じ。ああ、カトラスいい。いや、バーストクロスの方がいいな、これは。で、ここ。ここっすか。ちょい。おー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 おおおおすごい。ちょっと待って、ちょっと待って、なかなか、なかなか攻めてくるね、本当に。いや、多分ね、やったことはね、あるはずなのよ。やったことはあるはずなんだけども、いや、なかなか来るね。はい、オッケー。あ、まだか。はい。なかなかやります。あ。星寄る。で、まだクールダウンは入れなくていいね。いきまーす。ちょい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 。オッケー。いいね。結構矢が出てきてくれる。いいじゃないですか。終わり？はい。装備はもう間違いないかも。あー、ゴーレム持っていこう。
珍しいね。多分ステージ自体は同じところを使い回してるところはあると思うんだよね。でも報酬は多分違うよね。報酬までは多分一緒じゃないはず。 OK。 いや蜂が出てきてくれれば嬉しかったけど、終わりかい。序盤結構難しくって、それからがなんかサクッといける感じだね。こんな感じでずっと行きたい。バジネソダブル召喚、これはそうね、耐久力がちょっと足りなくなる可能性がある。まあその時はその時だ。なんとかしよう。え、もう終わりそうじゃないだよね。いいね、これぐらいサクッと終わるのはいい。あー、いいけどね、いいけど変えるか。いやでも火力減るんだよね。変えろ、もう変えちゃえ。いきます。これで最初の商人がユニークだったら嬉しい。最初からユニークだったらいいね。ならばビーネストアーマーに変える。お、いいねいいね、蜂強いよ。よしよし、反対側結構蜂が倒してくれてる。じゃあよし、いいねいいねいいね。終わり？いやまだいた。はい、8回クリア。ああこっちだった。なるほど、我慢していけばいいのね。でパワー星寄るでしょう。はい、で防具にとりあえず雪玉さん入れとけ。でボス次第でポーションバリア、あー伸びっぽいぞ。この落ちるところがあるのはなんか伸びが多い気がするんだよね。え、違う？あ、違った。あ、余裕、これだった。いやいや余裕ですよ。いや、いいかな。ああ行きましょう。ハープーンもまあ悪くはないんですけどね。まあ使わなくていいでしょう。よし、ちょっとクリーパーが来ないか怖い。ここはポンか。うん、レイスだけ終わりかい。速攻終わった。で、あ、持ってこ。 OK。 あーならばもうクールダウンの方入れます。パワーシェーカーなんで。えい、いやなんか敵自体は全然大したことない。しゃ、うん、全然大したことない。え、もう終わりそうじゃないですか。はい、終
おいおいおい、食らってるよ。いないね。おいし。で、上に。あ、いるね、いるね。よし。終わり。よし、これで。折り返し。釣り竿もある。バースト変えます。特にいいエンチャントは、ああ、まあ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 、いいか。クールダウンを先に入れますね。で、面倒な敵も出てくるのかい？よし。ああ、お前がいるのね。はい、いい感じ。まだ出る？まだ出るね。またかい、そっちに。もう来ないでしょ。いや、まだ出てた。あ、でもよかった。よし、で、あとはぐるっと回りましょうか。よし、パワーシェイカー使った。あー、使おう。じゃあ、オッケー、いいじゃないですか。まだいるの？はい、13回終了。いいね、このスピード感いいですよ。これはいらない。で、ここはこんな感じ。よし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 、感じに蜂が発動しまくる。よし、あっぶね。終わり？いや、まだまだ来る。いいねいいね、いい感じに下に落ちてくれていってる。よし、まだか。こっち？あ、いた。14回終了。まあいいでしょう。商人が多分そろそろ出るんじゃない？ここクリーパー来そう。いや、そうでもないか。ハチとレイス？ああ、ハチとレイスだ、ここは。オッケーオッケー、なら問題ない。 OK、 終わり。いや、いいいい、これぐらいサクサク進む方が嬉しい。商人そろそろでしょ。ああ、来た来た。雷持っていった方が良さそうな気がするんだよね。持ってけ。ソウルは溜まってないけど、まあ、最後のボスで使えるかもしれない。いや、使えないか。うん、多分今取ったやつパワー不足でしょ。一発どれぐらい？12000。あー、だったら悪くはないか。うん、でもなんかアップドラフトとかも出そうな気もするんよね。ちょっと待って、エンチャントなんか入れましょう。うん、こんなもんでいいかな。いくぞ。何？よし、オッケー、いいね。あらーん、まあまあまあいいでしょ。もう終わり終わり。よし、はい。まあ雷の杖があればワンターンキルみたいにはできた。うん、なんかね、いらん気がしてきた。雷の杖、これいらん、おそらく。もう愛のメダル持っていきます。なしでいいや。あ、ここクリーパーがめちゃくちゃ出るとこじゃない？で、
あれだ、マルチプレイで、すっげえ難しかったってことじゃないここ。あ、違う？違うか。あの時は確か、クリーパーがもう最初からわらわら出てきたのね。なので、あ、ここじゃないな。おう。あの時すごかったけどな。おう。ここタワーではなさそうですね。よし。おうおう、でも敵は、出るよ。よし。終わりかな。よし。でもマルチでやるとなんか難易度高いところは結構ありそう。いや、もうユニークにならん。これでいく。あー、キョムさんか。あ、なるほどね。なんか途中で高火力のアーティファクト出ればそっち変えていきましょう。うん、キョムさんドラでワンパンできそうな気がする。さあ、 OK、 いいね、反逆者いいね、やっぱね。えい、うん、そっちにいるんかい。意外と出る。でも多分この次の次ぐらいでおしまいでしょ。これで、おお、ちょっと待て。おお、なるほど、愛のメダルが効かないタイプ。まだ来るの？まだ来たか。はい。まあ大したことはない。うーん、釣り竿だったらよかったね。で、いりません。珍しい、ここか。よしよしよし、いいね、いいんじゃない。よし、まあ、嫌なステージでは、嫌なステージでもいけるね。いや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 、結構湧くな、結構湧きますね。でももうおしまい。おーい、すっげえ数だぞ。でも一気に倒すと気持ちがいい。ギャ、終わり。いや、まだいる。あ、いた。嘘。あー、もしや、さっきの TNT で、あー、ぶっ飛ばしたやつかと思ったら違った。あ、よかった、下まで行かなきゃいかんと思った。あー、ハープーン変えよう。ハープーンの長弾マルチに変えて、キョムさん。もう一個は何するかな。旋風当てにくいしな。まあまあ旋風でもいいかもしれないですね。にゃっ、危ねえ。あ、ここクリーパー多いところ、多分クリーパーが。いやー、すごい。よし、でも一気に終わる。見覚えがある場所だった、絶対やったことある。あー、でここでドラが来るか。でもね、うんうん、絶対最初に取ってた方が良かったもんな、あれは。絶対最初じゃないとボスがきつくなったからね。 OK、
いや、まだ湧いた。あった、もうあいつ結構湧く。結構湧くわ。こんなに湧くとは思わなかった。よし、いけ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 。よし、あっぷりめちゃくちゃ食らうじゃん。うわ、もうめちゃくちゃ食らう。もうそんなおらんじゃんこっちは。で、はい、のメダルいけ。よし、終わりかな。どこいた。ここかい。わからん、そこは。多分外の方に出てたんだろうね。そりゃわからんわ。はい、では22階で23、24、そうね、あと1回ぐらいか。商人来るからね。あ、地雷怪しくない？最後ボスを地雷でいけるよね。虚無さん入れてドラで持ってけ。なんか怪しい気がした。いきます。一発結構だよね。14000いいダメージ入る。お前がいるんかい。よし、わあ、危ない危ない。バカ野郎、こいつにそれを使うな。おお、めんどくせこいつ。いや、まだ出るんか。結構出るな。結構出ますわ。まだ、やべやべ、ちょっと待て、ダメージ入ってないって。なんで無敵なの。いや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 、ここだったよ。段差そんなないし。いやいや、無敵になってた。まあ行きましょう。今のはずるいっしょ。完全に無敵になってたもん。危ない。はい、いや、もうやられんよ。あ、もう何が出るかが大体分かったらもう大丈夫です。よし、さっきのもうあれはずるいよな。なんでだったのね。全然当たらんかったし。で、終わり。これで終わりっしょ。はい、いやー、もう時間かかった。悪くないのよ。あー、いやいや、変えろ。パワーシェイカーだ。変えていい。で、ごぶれ。あ、エンチャント入れてから入れるの忘れた。いやー、完全にミスったな。いやいや、もうエンチャント全然入らないじゃん。ミスったー。あれはね、絶対ミスっちゃダメなところ。
何が来る？あー、いや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 、よくなかった。これ地雷全然良くなかったわ。地雷いいかなと思ったんだけどね。大外れ。じゃあ地雷、いやいまいちいまいち。 OK、 はい。でもまあソーブレードとドラとパワーシェイカー、これは当たり。うん、他が良くなかった。なんだ、いらん。で、いらん、うん、これもいらん。はい、まあ、今シーズンちょっといつもよりも難しいかもしれません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。